遊びにわらわも付き合わせるつもりか。には近づけないわね。アルベド様、私が奴の足止め。いい、あちらの視界とみられるギートの者はまだ動いていない。もしおかしな動きを見せたら、アインツ様をお守りできるようにしておかなくて。はい、心得ました。アルベドとか言ったら、ミリムの攻撃をさばきながらこちらへの警戒も怠らないと。予想以上に楽しめそうな相手だな。本気で戦っていないようでありんすね。おお、見抜いたか。さすがじゃの。何か私に用でも。お主はヴァンパイアじゃな。わらわと一緒に来るといえば、格別に計らってやってもよいぞ。あちらで戦っているナーベラルというもののメイド服が気になるし、ともども連れて帰りたいところじゃ。アインズ様以外に使える相手などおりんせん。なら無理やり連れて帰ることになる。少しばかり痛い目にあって恨むでないぞ。それはこちらのセリフでありんす。さすがは魔王を舐めるだけ。パーティー同士の戦闘形式で連携は重視していないよ。普段共闘しているメンバー。ミリム、手加減して全力を出せ。なんだかよくわからないが。わかったのだ、ドラゴンバスター。アインツ様、アインツ様、お怪我はありませんか。ああ、お前がかばってくれた。助かったぞ、アルベド。もったいないこと。それでは、私は引き続きあの娘を。ああ。手加減しているとはいえ、あれを防ぐか。ますます面白い。ギー様、私たちはいかがいたしましょう。あのアインズというやつに備えろ。そろそろ仕掛けてくるぞ。相手の魔法の体系は未だ不明。今のところ単純な攻撃系魔法しか使ってきていないようだが、ここは時間系魔法はリスクが高い。無効化されるならまだしも、反射系の能力があると厄介だ。まずは反射されても耐えきれる程度の一撃が妥当。行くぞ。魔王というのは耐えてみせるがいい。レイン、ミザリー、撃て。ビルゼビアゴ。何、打ち消された。いや、吸収か。だがなぜあちら側の魔法まで消した。全員そこまでだ。なんだ、なんで止めるのダーリムル。これ以上やる必要はないだろ。力を見るって言うならもう十分のはずだ。それにアインズたちはラミリスの迷宮から現れたんだし、重要な手がかりだ。むしろ協力を頼むべきじゃないのか。そうなのか。まあそうだな。よし、ここまでにしておこう。力は見せてもらった。まあ本気は見せてもらえなかったようだが。それはそちらもだろう。どうだろうな。さて、お前たちの帰還の方法だが、
転移現象は今俺たちが直面している迷宮の問題に関わっている可能性が高い。その解決をリムルに頼んでいたところだ。うん、なるほど。そこでアインズたちはリムルの責任で預かってもらうことにする。リムルは手がかりであるアインズたちと協力し、迷宮の問題とアインズたちの帰還について解決してもらう。それでいいか？そうなるか。まあ仕方ないな。我々も依存はない。では解散だ。逐次情報共有を怠るなよ。リムル、どうやら我々のために面倒を引き受けたようだな。恩ができたか。アインズたちのせいじゃないさ。どっちみちやらなきゃいけなかったことだから。ま、とりあえず俺の国に来てくれよ。おお、戻られましたか、我が主。リムル様、そちらの方々は？ああ、俺のお客だ。みんな仲良くしてやってくれ。世話になる。リムル様のお客様であれば歓迎いたします。しかしこの立ち込める死の匂い、興味深いですね。どうした、何か私に言いたいことでもあるのか？ええ、何やら今も危ない遊びをしてきたご様子。その力量にとても興味が湧きました。ほう、私が遊びの後であることを察知したが、随分とできる部下がいるようだな、リムルよ。だが技量はともかく、客人を相手に不穏な気配を隠しきれないようではいささか未熟ではないか。おや、私としたことが。しかし、わざと漏らしたとはお思いになりませんか？なるほど。一本取られたか。本当に良い部下を持っているな。リムル様のお客様にお褒めいただけるとは光栄です。早速一触即発な気配じゃないか。まあアインズたちはいかにもただ者じゃない感じだしな。まあな、自慢の仲間たちだよ。それでこっちの様子はどうだ？はい、特に大きな事件はありません。そうか。ここまでに得た情報を共有しておきたい。説明するからみんなにも伝えておいてくれ。リムル、少し話したいが。ああ、俺もアインズと二人で話したいと思っていたんだ。まずは礼を言う。私をかばってくれたんだろう。どうかな。ただあれ以上戦いを続けても誰の得にもならないだろうからな。敵じゃないのに戦う理由なんてない。同感だな。あ、そうだ、ちょっとこっちに来てくれ。見せたいものがある。入ってくれ。おお、これは。こんなところで和室を見ることになるとは。そしてこれを見せるということは、どうやら予感は正しかったようだ。やっぱりそうなんだな。アインズは日本人、異世界転生者ってことで合ってるか？そうだ。やっぱりか。リムルもそうなんだ。ああ、元の世界で死んで気づいたらスライムになってた。アインズは？私はゲームにログインした状態でサービス終了を迎えたのだが、気がつくとゲームのキャラのままギルド拠点ごと別の世界に転移していた。へえ、俺とは随分違うパターンだな。じゃあその姿はゲームのキャラってことなのか？ああ、ユグドラシルという DMMORPG なんだが、知っているか？いや、聞いたことないな。っていうか、なんだって？仮想世界に入り込むタイプのゲームだ。仮想世界に？もしかすると、俺よりだいぶ後の時代から来たのかな。
というより時空が違うのかもしれないな。同じ日本とはいえ別の世界から来たって感じか。けど同じ日本人だ。仲良くできればと思ってる。そうだな、うん、失礼します。我が主、近辺で強力な魔獣が突然現れたそうです。もしかすると例の迷宮に関係があるのでは。本当か。よし、すぐ行く。リムル、我々も同行させてもらっていいか。その魔獣も気になるし、この辺りのことをもっと知りたいのでな。ああ、もちろんだ。ついてきてくれ。滞在の許可、感謝する。様々な魔物が暮らす国だそうだな。ああ、いろんな奴がいるからアインズたちが過ごしにくいってことはないと思うよ。まさか違う世界で同類に会えるとは思わなかった。そんな同類が起こした国、楽しませてもらおう。おう、もちろんだ。うち自慢の名物の数々、楽しんでいってくれよな。ええ、何やら今も危ない遊びをしてきたようです。その力量にとても興味が湧きました。さあ、遊びに行きましょう。負ける気がしないな。は得意です。祈りなさい。いいわね、悪いことしない。魔を払う悪魔、皮肉なものですね。いいわよ。さあ、滅びなさい。私が遊びの後であることを察知したか。随分とできる部下がいるようだな、リム。あのモンスター、いや、ここでは魔獣と呼ぶのだったな。やはり迷宮に関連していると思うか。多分な。この辺りでは見かけない魔獣だったし、突然現れたところからするとその可能性が高い。とはいえまだまだ情報が足りないけどな。今も各方面を調べているから、また新情報があったら共有するよ。ああ、助かる。滞在の件も部下ともども面倒。全然、お安いご用さ。ところでどうかな、テンペストは。ああ、良い町だな。魔物と人との共存状態も興味深い。この国の統治の仕方には学ぶものがありますわ。ですが、人間を優遇しすぎているように思います。そうでありんすね。力に劣る者を重用するのは非効率では。ナーベラル、シャルティア、
リムルにはリムルの考えがあることだ。です。は、申し訳ありません。失礼したでありんす。あまりにナザリックと違うのでつい別にいいさ。忌憚ない意見ってのは貴重だよ。ま、この国の方針は完全に俺の好みの問題なんだけどな。バランスは一応考えているつもりだけど。アインズのところでは人間はあまりいないのか？もともと異業種であることがギルドのルールだったからな。本拠地であるナザリックには人間はわずかな例外を除きほぼいない。支配している魔導国には人間も多くいるが、リムルのように接してはいないな。国の運営スタイルはそれぞれってことだよな。思考の御方であれば、下々の者と適切な距離を保つことが当然と存じますわ。確かにアルベドの言うことも道理だ。だがいいかお前たち、私は常に改善を求めている。これまでの常識と違うものを目にした時こそ進歩の機会であることを知れ。はっ。まあとりあえず自由に過ごしてくれ。困ったことがあったらいつでも教えてくれよ。ああ、助かるよ。それじゃあアインズたちを元の世界に戻すために現状分かっていることを共有したい。ああ、よろしく頼む。まず皆さんがこの世界に来た原因はラミリス様の暴走で間違いないでしょう。実際ラミリスの迷宮から出てきたしな。ラミリスというのは迷宮を作る魔王だという話だったな。そのラミリスに謎のエネルギーが流入し暴走した。そのために互いの世界がつながったということでしたね。ああ、それで元の世界に戻る方法なんだけど、来られたんだから帰れるはずなんだ。ですが相当なエネルギーが必要になると思われます。何せ世界を超えるだけの転移現象ですから。それだけのエネルギー、当てはあるのか？ある。当のラミリス暴走の原因となったエネルギーだ。ラミリス様の暴走を止め、そのエネルギーを制御すれば戻ることもできるのではと思われます。なるほど、道理だな。だからラミリスの迷宮に突入してラミリスとエネルギーを切り離す、その上で制御するというのが段取りだ。だがその迷宮というのは暴走によって複雑化し強力な魔獣であふれているという話だったな。我々のために迷宮に突入するという危険を冒すと。いや、これは俺たちのためでもある。ラミリスの暴走を止めないとちょっとまずいことになりそうだ。空間の裂け目から流れてくるエネルギーが大きすぎるせいで魔法での観測もできない状態のため、あくまで予想ですが、迷宮の拡大はどうも本当に再現がないようです。これを止められないと世界が飲み込まれてしまうかもしれません。そうなればリムルたちも我々もおしまいということか。ですが出入り口はどこに現れるかわからないのでは。入れなくては攻略どころではないですが。うん、その点だけどちょっと傾向があるみたいなんだ。何もないところに急に出入り口が現れることもありますが、どうやら遺跡や洞窟につながることが多いようです。ほう、それは興味深いな。迷宮は迷宮とつながりやすいってことなのかな。なるほど。もしかすると我々の拠点ナザリック地下大墳墓とつながったのもそれが原因でしょうか。かもしれないな。だからどこかに安定的につながっている出入り口があるんじゃないかっていう予想を立てている。今はその出入り口を探しているところです。それに出入り口がつながると魔獣が出てきます。それを頼りにすれば突き止められるのではと。そうか、多少なりとも希望が出てきたな。我々も帰るためなら力を尽くす。それに困りごとがあるなら手を貸すぞ。
厄介になっているからその分くらいは働かないとな。それは心強いな。よろしく頼むよ。リブル様、また見慣れぬ魔獣が出現したようです。よし、わかった。アインズも一緒に来てくれるか。もちろんだ。ああ、助かる。滞在の件も部下ともども面倒をかけない。